どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ずっと待ってたキャンペーンがとうとう発表が来ました。2021年もねあるということで、各種ポイントからですね D ポイントに交換していただくと 15% 増量キャンペーンということで、こちら発表がありましたので、本日はですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、各種ポイントからですね D ポイントに交換していただくと 15% 増量キャンペーンということで、この増量されるポイントはですね D ポイントの期間限定ポイントということで、 JAL マイルとかね交換することができないわけなんですけども、2021年に関してはですね日光フロッキープラスドコモっていうねサービスがあるわけなんですけども、このサービスはですね100円から株が買えるサービスっていう風になっておりまして、 SMBC 日光証券のね口座開設が必要にはなるわけなんですけども、購入のね手数料もなくですね約3700銘柄がね投資できるっていうサービスになっておりまして、これがですねこの D ポイントの期間限定ポイントでもこの投資がねできるようになっているサービスなんですよね。でこちらを利用するとですねこの D ポイントの期間限定ポイントも約 97% ぐらいでですね現金ができてしまうっていう部分もありますので、このね D ポイントの増量キャンペーンね2021年に関してはもうないんじゃないのかっていうふうに思われてたわけなんですけども、先日ね今年もねやりますっていう発表がありましたので、各種ポイントサイトのポイントを保有されている方、クレジットカードのポイントね保有されている方はですねこのキャンペーンねかなりお得っていう風になりますんで、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ねキャンペーンの詳細ね見ていきたいなと思うんですけども、公式サイトこんな感じになってます。ポイント交換で D ポイント今年もやります 15% 増量キャンペーンということで、こちらねエントリー期間がですね2021年の10月の25日から2022年1月5日までっていう風になっておりまして、キャンペーン期間がですね2021年11月1日から2022年の1月5日までっていう風になります。でエントリー期間がですねもう始まっておりますので、エントリーねすることができるわけなんですけども、こちらのポイント 15% 増量自体はですね11月の1日からっていう風になりますんで、本日ね10月の26日ということでまだ始まっておりませんので、ポイント交換はねまだしないようにしてくださいね。ポイント交換自体が開始するのは11月の1日で、またねキャンペーンのね詳細もこの後説明していくわけなんですけども、いろんなねポイント交換のサイトがありますよね。ポイントサイトだったりクレジットカードのポイントだったり、いろんなねポイント制度がこの 15% 増量ねキャンペーン対象ではあるわけなんですけども、参加する日付っていうのもまたね会社によって分かれてるっていう風になりますんで、この点もね注意していただきたいなと思います。でこのキャンペーンの特典がですね D ポイントに交換していただいた分の通常分とは別に 15% 増量されるっていうキャンペーンになります。でこの増量された分に関しては D ポイント期間限定ポイントで付与されるっていった形になります。で条件なんですけども2つねありまして、まずね D ポイントの利用者登録をされている方で、2つ目にですねエントリーが完了されている方っていう風になりますんで、公式サイトね概要欄に載せておきますんで、この利用者登録とですねエントリー自体はですね至ってね簡単っていう風になりますんで、こちら参加される方はですね今すぐねこの利用者登録とエントリーねしといていただければなと思います。ちょっとね実際にこちらもね後でやりたいなと思います。でこの 15% 増量されるポイント付与時期に関してなんですけども、2022年の2月末にね付与予定っていう風になりますんで、このキャンペーンがですね2022年の1月5日までねやられてるキャンペーンっていう風になりますんで、約ね1ヶ月半後ぐらいにですね付与されるっていった形になります。でですね公式サイトに行っていただくと、このような感じでですね11月の1日から5日から10日からっていった形で並んでると思うんですけども、この右側のですねプラスボタンボタンを押していただくと11月1日から参加する企業のね名前がこういった感じでですね出るっていった形になりますんで、こちらね本当に注意していただきたいなと思います。ポイント交換元のね会社がこの11月1日から開始なのか5日から開始なのか10日から開始なのか、まあ人それぞれですねポイントの交換元っていうのはね変わってくるかなと思うんですけども、これ参加する前に交換してしまうとですね増量対象になりませんので、こちらね本当に注意してね利用していただければなと思います。
ということで 15% 増量キャンペーンね、来ましたね。いや本当にね、このキャンペーンね、本当にすごいですよね。ただ単にポイントサイトでも、まあ、どっかのポイント制度でですね、参加されている企業であれば D ポイントにですね、交換するだけで 15% 増量してくれるっていうキャンペーンですからね。仮にポイントサイトのポイントが1万ポイントあって、それを D ポイントに交換したらですね、1万ポイント D ポイントね、あの10日で交換できるサイトであれば1万ポイント分来ますよね。プラスして期間限定ポイントが1500ポイントね、来るっていった形になりますんで、かなりすごいですよね。ですので JAL マイルをね、貯められている方はですね、この機会にですね、一気にね、年1回このキャンペーン今のところ来てるわけなんですけども、ずっとポイントサイトでポイントを貯めてですね、一気に D ポイントね、このキャンペーンで交換していただくと、通常分に関しては JAL マイルに交換して、まあそれ以外のね、期間限定ポイントがね 15% 増量されますんで、それをねお得に利用するみたいなね、そういった使い方もですね、かなりお得なのではないのかなというふうに思うんですよね。ですんでこのキャンペーンね、毎年待たれて JAL マイルにね、交換されている方も結構いらっしゃるのではないのかなというふうに思うんですよね。でですね、この期間限定 D ポイントなんですけども、動画の冒頭にもね言った通り、日興フロッキーっていうね、 SMBC 証券が運営している情報メディアと取引機能がですね、一体化した投資サービスっていうふうになっておりまして、こちらね公式サイトなんですけども、これねすごいね、なんかブログの記事のように見えると思うんですけども、こちらが日興フロッキーのですね、ログイン画面っていう風になっておりまして、まあこういった感じで、あの情報メディアとですね、取引機能が一緒になっている投資サービスなんですよね。まあこれ見るとね、本当になんか取引できるようにね見えないですけども、まあこういった感じになってるんですよね。でこのサイトもですね、概要欄にね載せておきますんで、もしね期間限定 D ポイントを現金化ねされたい方は、あの口座開設がね必要になりますので、もしね期間限定 D ポイントを現金化されたいっていう方はですね、口座開設ねしといていただければなと思います。で現金化する方法なんですけども、期間限定 D ポイントでこちらね購入することができるサービスなんですけども、こちらはですね、私の日興フロッキープラスドコモの資産評価額っていう風になっておりまして、今ね9275円入っているっていった形になります。でですね、こちらで購入していただく銘柄なんですけども、日経225っていうね銘柄があります。でこちらの日経225っていうのは日経平均に連動する銘柄っていう風になってるんですよね。でもう一つですね、日経インバっていう銘柄があるんですけども、こちらはですね、その逆に連動する銘柄っていう風になるんですよね。ですのでこの日経225っていう銘柄プラス日経インバっていうのをね、両方とも同額購入しますよね。そうするとプラスマイナスがですね、ゼロになるっていうね感じなんですよね。でまあ正確にはですね、 100% プラスマイナスゼロにはねならないわけなんですけども、だいたい 97% ぐらいでですね、この期間限定 D ポイントをですね現金化することができるっていった形になるんですよね。ですのでもしね、この期間限定 D ポイントね 15% 増量キャンペーンで獲得された方はですね、ぜひねこの2つの銘柄ね購入していただいて、同数ね、こう同数ですよ、同数購入していただいて同数売却していただく、まあそれでですね D ポイントを現金にしていただいて、出金されたい方はですね現金で出金していただければなと思います。正直ですね、ここまでマニアックにねやる方はそこまでいらっしゃらないと思うんですけども、一応ね現金化もできますよっていう話なんですよね。まあ期間限定 D ポイントっていうのは、まあ普通の D ポイントに比べると D ポイント JAL マイルとかにね交換することができないわけなんですけども、まあそれ以外にもですね、利用先っていうのは結構ありまして、 D 払いであってもね利用することができますし、またですね公式サイトにね記載されている Dポイントが使えるお店でもですね、この期間限定 D ポイントっていうのは、まあ、ローソンとかマックとか松本清とかね、まあ、そういったところでですね使うこともできるっていう風になりますんで、まあそこまでね、あの利用先っていうのは D 払いがね結構今どんどん使えるところ増えたりしている部分もあるので、まあ困らないと思うんですけども、まあ一応ね現金化もできますよっていう感じなんですよね。まあ一つのね手法として覚えておいていただければなと思うんですけども、まあ多分ね私の動画を見て、よし日興フロッキーね口座開設しようって思われる方ね、まあそこまでねいらっしゃらないと思うんですけども、まあ一応ね参考程度にね覚えておいていただければなと思います。
それでは次にですね、利用者登録とエントリーね、一応実際にね、やっていきたいなと思います。ちょっとここら辺にね、画面出しておきますね。公式サイトね、こんな感じになっておりまして、エントリーはこちらっていうのがね、もう下に出ておりますね。こちら押しましょう。そうするとですね、ポイント交換で D ポイント 15% 増量キャンペーンということで、こちらでね、エントリー完了がしました。非常に簡単ですね。はい。これわざわざ動画で撮る必要もね、なかったぐらいですね。で、利用者登録ね、されてない方はですね、こちらね、利用者登録する必要があるっていう風になりますんで、多分ね、私はもうしてるからこれが出なかったのかなと思うんですよね。一応ね、していきたいなと思います。行くとね、利用者情報登録、最短1分簡単登録っていう感じで、私はね、ドコモ以外のスマホを利用してますんで、D ポイントをお持ちの方、まあ私ね、D ポイントのアカウント持ってますんで、持ってない方はですね、下の方選んでくださいね。あ、ここでね、ログイン画面になりますね。ということで、ログインね、していきたいと思います。でですね、次の画面に行くとですね、私はもうね、D ポイントの利用者登録ね、済んでいるっていう風になりますんで、カード追加登録は登録解除、利用者情報の変更ができますということで、まあ、この画面が出てきてしまったんで、私はね、もう利用者登録ね、済んでいるっていう風になりますんで、されてない方はですね、ここからね、利用者登録ね、していただければなと思います。このキャンペーンはですね、この利用者登録と、あとね、エントリーね、まあ、一瞬で終わりましたけども、この二つがね、やってないと、この 15% 増量でね、増量分のポイントをもらうことができないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。こちらね、非常に簡単でしたね。ちょっとびっくりするぐらい簡単でしたね。まあ、利用者登録してない方はですね、ここでちょっとね、入力する画面ね、出てくるかなと思いますので、そちらもね、ちゃちゃっとやっていただければなと思います。ということで、Dポイント 15% 増量キャンペーンね、解説させていただきましたけども、いやー2021年ね、来ないかなと思ってたわけなんですけども、無事ね、来てくれて本当に良かったですね。まあ私はね、JAL マイル貯めておりませんので、D ポイントに交換する機会ってほとんどないんですけども、まあ今回ね、せっかく 15% 増量キャンペーン来ておりますので、まあちょっとはね、ポイント交換してお得にね、利用させていただこうかなっていうふうに思います。JAL マイルをね、メインで貯められている方は、この機会にですね、一気にね、ポイント交換して、まあ、JAL マイルも貯めつつ 15% 増量のね、キャンペーンポイントももらって、まあ D ポイントだったりね、ニッコフロッキー使って現金化とかね、まあそういった感じでね、お得にね、利用していただければなというふうに思うんですよね。まあ今回ね、日経225と日経インバのね、銘柄の購入、まあ実際の購入画面とかね、お見せしませんでしたけども、まあここで正直、需要があるのかどうかわからなくて、カットさせていただいた部分っていう風になりますんで、もしね、この日興フロッキーで、日経225、日経インバのね、購入画面ですね、実際知りたいっていう方がいらっしゃいましたらですね、コメントいただければね、実際にやった動画もね、出したいなっていう風に思っておりますので、コメントいただければなと、思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マリオットモンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。